ミッドガルハイウェイから中継です。ご覧いただけますでしょうか。ビルが完全に倒壊し、道路が崩落しております。複数の建物から煙が立ち上り、火の手が上がっているのが確認できます。現在ミッドガルはかつてない危機にさらされています。マコーロ爆破事件、7番プレート7番プレート崩壊に続き、ミッドガルハイウェイに突如発生した竜巻が0番街から2番街に至る区画に甚大な被害をもたらしました。ドミノ市長と市当局はシンナカンパニーの助言を得て、この竜巻は反シンナ勢力アバランチによる未知の兵器を使った攻撃であるという見解を発表しました。現在停戦中のウータイの関与も視野に入れて引き続き調査するとのことです。現在ミッドガルはかつてない危機にさらされています。マコーロ爆破事件、7番プレート崩壊に続き、ミッドガルが全部竜巻に入っちゃったんだって。竜巻が0番街から2番街に至る近くに甚大な被害をもたらしました。立て続けにいろいろ起こりすぎるよな。引き続き現場から生中継でお送りします。現在も倒壊したハイウェイではシンラ軍によって捜索が進められています。不明者1名、はい、そっち。元総者、大型の剣、バスターソードを所持、逃亡の恐れあり。繰り返す、逃亡犯は元ソルジャー、バスターソードを所持。おい、あそこ、こっちへ運べ。離陸の準備を急め。あれは救助された方でしょうか。まずい、あっち向けて。救護班に連絡しろ。回収対象者を確保した。これよりヘリにて帰還する。急げ、出発するぞ。おい、何をしてる。今ヘリが飛び立ちます。ごまかい方面で動きを動きます。貴様いい加減に。戻るから、こいつ見てて。俺の友達、魔鋼中毒。ちょっと！エアリス！
さて、聞かせてもらおうか。お前さんとセフィロスの因縁を。ティファ、全部話すぞ。うん、私は大丈夫。5年前、俺は16歳だった。もうソルジャーにはあまり出番がなくて、あっても気の乗らない任務が多かった。そんな中、命令が下ったんだ。英雄セフィロスが一緒で、俺ははしゃいでいた。すごい雨だな。おい、気分はどうだ？大丈夫。辛そうだな。俺、乗り物酔いなんて経験ないから分からなくて。準備は OK？ OK、OK。
つけ。そんなの無理。子供か。なあ、そろそろ今回の仕事を教えてくれよ。またタークスみたいな仕事だったらやってられないからな。ほう？せっかくファーストになったのに、休戦協定で戦争は事実上の終結。俺は活躍の舞台を奪われたんだ。あんたみたいな英雄になりたいのにさ。この任務は老朽化した魔航路の調査。残念ながらタークス案件に近い。まあいいや、仕事があるだけマシだな。現場はどこ？ニブルヘイム。ニブルヘイムは俺の故郷だ。おっと、進行方向にモンスターです。行くぞ。嫌だ、やれる。あっ、